鳴らせるスピードで建物を築くバルファス。多くの文献ではカラスとされる巨大な黒い鳥の姿をした地獄の総裁、40の軍団を指揮する建築の才能に長けており、堅固な塔や砦を築くことができる。優れているのは技術面だけでなく、常識を超えた力によってありえないほどのスピードで建築作業を完了させるという。召喚者に命じられて人の姿になってもカラスのようなしゃがれた声で話す、かなりの美天使でもあり、生贄を差し出されると危機として受け取るが、相手に対して不誠実な態度を取ることも多い。姿や能力からハルファスと同一視されることもあるが、両者は別々のものだというのが大方の意見であるようだ。破壊と窃盗に才を発揮する黒き翼ラムー、都市や人間の地位を破壊し、王の城から盗んだ財宝を望む場所へ運ぶと言われる破壊と盗みの伯爵。座天使だったが、打点してからは30の軍団の統率者となった。カラスの姿をしており、召喚者が望めば人の姿に変わることもできる。また過去と現在、未来についても語るとも言う。盗みの才能は光るものを拾うカラスの性質に由来しているとされる。人間の地位は形のないものだが、人にとってはまばゆくかけがえのない宝だと言える。悪の力だけでなく、男女や仇同士を取り持ったり、人間の地位を高めたりすることも可能だという。しかし自身をかつての地位に戻すことは難しいようである。海を行く者に災いをなす水域の公爵トカロル、トルカロル、フルカロルとも呼ばれる地獄の公爵であり、30の軍団を率いる。グリフォンにまたがった人間の姿、もしくはグリフォンの翼を持つ人間として現れる。風と海を司り、人を海で溺死させたり船を転覆させたりする。こうした性質から水域の公爵という異名を与えられた。残酷な振る舞いを見せる反面、召喚者の命令には素直に従い、命じられれば非道な行為もやめるという。ただどちらの性格がトカロルの本質なのかはわからない。彼もまた天界へ戻ることを望む者の一人であるが、かつては座天使の地位にいたことを考えれば自然な感情であろう。人間の命を飲み込む海面の魔ペパル、29の軍団を支配する公爵ペパール、ペパル、セパルとも恐れるべき海の支配者で、嵐を起こして船を沈没させたり、海面に船団の幻を浮かび上がらせたりする。人間の傷口を可能させて、ウジ虫を沸かせ、たったの3日で殺すこともできるという。人間を水に引き込むものとして、海の魔物セイデーンやライン側の人魚ローデライなどがいるが、ベバルもやはり人魚の姿で出現する。ソロモン72柱の中では珍しい女の悪魔でもあり、我々のイメージする魔性の人魚に近い様子の持ち主である。奉仕に優れた獅子頭の戦士サスナック、ソロモン72柱の序列第43位の悪魔で、50の軍団を支配する公爵、第4の頭を持つ戦士の姿で、青白く醜い馬、もしくは白い馬に乗って現れるという。サブナク、サルナクと呼ばれることもある。築城と軍事において優れた力を持ち、自らが築いた塔や城などに武装兵を配備させる。これらの技能に加えて、サブナックが傷つけたものは傷口が腐り、ひと月もするとウジ虫だらけになってしまうという。その一方でどんな傷をも治癒してしまう力も持っていたとされ、攻守いずれも優れた戦士だったことが想像できる。さらには石化能力も持ち合わせていたというから、敵にとっては大きな脅威だったに違いない。その手にかかれば盗めぬものはない。サックス、鳥の姿をした30の軍団を率いる地獄の公爵。魔導書ソロモンの小さき鍵では、ノバとヨハンバイヤーが記した悪魔の義王国ではコウノトリの姿で現れるとしている。しばかれた声で話すが、魔法陣の中では美声に変わる。魔術師に頼まれれば
あらゆるものを盗んでくるという盗みの達人。金銀のような形あるものだけでなく、人の視力や聴力、思考力といった無形のものまで盗んでしまう。被害に遭ったものからすれば、財産を盗まれるより恐ろしいことかもしれない。また、普段は嘘ばかりを口にする詐欺師の顔も持っており、真実を話すのは魔法陣の中にいる時だけだという。